改めまして、神ポスターさんありがとうございました。ありがとうございました。すごい思ってるより話しやすかったです。社員って聞いてたんで。あ、社員の方ね。気難しそうとかじゃなくて。あ、すごい気難しそうじゃないですか。仲良くなったと思ったのに最後にそんな言われて。いやでも今日はもう縮まりましたからね。まあそうですね、なんか僕らも知らん間になんかご飯提供してた時もありました。確かに、あのごちそうさまでしたみたいな気持ち悪すぎましたけど。、はい、何回かご飯なんか食べてくれて、はい、それは嬉しかったです。ごちそうさまでした。僕らもなんか褒めてもらってるし嬉しかった。なんかあの2年ぶりぐらいに出待ちした感じじゃなかった。マジで。ああ。なんかファンの人と喋ってるというか。あ、ほんまですか、はい、やだ。それぐらいなんか喋りやすかったです。はい、いや、ありがとう。気持ちよかったです。いや、ありがとうございます。はい、あの最後に告知があれば。あ、いいですか。お願いします。はい、ですね、僕ら10月の、3日に濁りというライブがございまして、シカゴ実業さん主催でたくさんの芸人濁りメンバーが出るライブがあるので、それに来てほしいですし、あと10月の12日かな、はい、C2P2 というヒューマン中村さん、ドクターハイニッシュさん、ケントクヤさん、僕らがね、で出てるライブがあります。こちっちゃっ。ここに詳細、ちっちゃ正方形、ここに詳細、はい、あのよかったらこちら詳細出てたらいいんですけれども、はい、見に来ていただけたらと思います。ぜひお願いします。お願いします。改めてありがとうございました。ありがとうございました。